ドニプロウクライナあるいはナドドニプラーンシチナは、ドニプロ川の中流に広がるウクライナの歴史的地名である。現在のキエフ州、ポルタバ州、並びに、チェルニーヒウ州の西部、キロボフラード州とチェルカースイ州の中部、ビンヌイツヤ州とジトーミル州の東部にあたる地域である。ナドドニプラーンシチナの地名は16世紀末以降、 ドニプロウクライナの地名は17世紀以降の資料で見られる。本来、その地名は、キエフを中心とした地域を指していたが、ウクライナ人による南方の森林草原の植民地化によってより広い地域を包括するようになった。1648年、ドニプロウクライナにフメルニツキーの乱が勃発し、当地域は、ウクライナコサック国家の本土となった。しかし、 1667年のアンドルーシウ、条約によりその国家の領土は、ポーランドとロシアの間に分割され、ドニプロ・ウクライナは、ウガン・ウクライナと、サガン・ウクライナに分かれた。分裂は1789年、第二のポーランド分割が行われるまで続いた。19世紀後半から、ドニプロ・ウクライナという概念は、帝政ロシアの支配下に、ウクライナ人が居住した。 地域全体を指す用語となった。また、ドニプロウクライナは、大ウクライナと呼ばれたこともあり、オーストリア帝国の支配下にあった西ウクライナと並んで、ウクライナ人の本土を成していた。1917年に、ドニプロウクライナはウクライナ人民共和国の中心地となったが、1918年から1920年にかけて続いた、ウクライナの内戦期の末に、 ポリシェビキ系のウクライナソビエト社会主義共和国の領土となった。現在、ドニプロウクライナという地域は1991年にソ連から独立したウクライナが所有している。ありがとうございます。